セバスチャン・フィリップは、フランス人、レーシングドライバー。幼少時より、カートに親しみ、13歳の時からカート競技を、開始した。1993年には、フランスフォーミュラルノーキャンパス選手権で4輪、レースデビューし、シリーズチャンピオンとなった。1994年には、フランスフォーミュラルノー選手権、ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得。1997年に、 フランス F3 選手権に参戦と順調にステップアップした。1999年に初来日、全日本 F3 選手権に参戦し、シリーズ3位の成績を収め、翌年には3勝をしてチャンピオン獲得した。2001年からは全日本 GT 選手権、GT500 クラスにドームレーシングより参戦を開始。2002年には、 第6戦モテギラウンドで初優勝を飾り、その後2004年まで同様の体制で戦った。2005年及び2006年はチーム国光に移籍し、モテギラウンドで2連勝を飾った。2007年は日産陣営であるハセミモータースポーツに移籍するも結果に恵まれず、2008年に星野インパルに移籍し、第6戦インターナショナルポッカ 1000km で優勝を飾った。 全日本 GT 選手権スーパー GT で6勝を数える競合ドライバーの一人ではある。6勝の内5勝は NSX をドライブしていた時に記録したものであり、日産陣営に移ってからは少々苦労しているとも言える。その他にも2003年と2004年に当時単独開催であったインターナショナルポッカ 1000km レースで2連覇を成し遂げている。 2009年シーズンを最後に日本でのレース活動から離れた後はドライバーマネージメントやレーシングチーム運営に携わっており2014年1月からは FIAF2 や FIAF3 に参戦しているアートグランプリのチームマネージャー及びマネージングディレクターに就任しているありがとうございます